下町上町中町です。始まりました。ということで今日は何ですか？今日はニューヨーク3日目。はい、ということで3日目の今、はい、ランチの時間でございます。僕はまだうんちが1回も出てません。え、あんな食ってたよ。確かに、あ、3日も出てなかった。あー、出たわ。もうマジ不安で、うん、今ちょっと体調悪い、本当に。あと両目やられてるもん。え、なんでそんなやられてんの？乾燥？もう本当に体弱い。本当恥ずかしいんだけど、俺今までずっと強がってきたよ。体強いお前よりはって。あやより体弱くなったらもうダメだよ。何も勝てないよ。海外向けじゃないんだね、君は。いや、うざ。その顔うざ。またお気に入りの帽子だし。お前本当気に入るとさ、ずっとそれだよな。これマジで良くて。なんでここ外さないの？あ、これはなんか、日本行った時に、え、なんで外さないのって思った時、あ、これ海外で買ったんだよね。っていうボケ。いや、いい、やめた方がいいよ。面白くないし、ちなみに。一発だけね、一回だけね。今日クロム行くの楽しみだな。あ、今日ハイブラか。そう、ハイブラいっぱい行きます。絶対行った方がいいのは何でしたっけ？ティファニーとクロム。クロム何でしたっけ？あ、コーチ。あ、コーチか。あ、でも結構全部並んでるんで。え、最近ハイブラいいところある？お気に入りというか最近ここ好きみたいな。ハイブラやっぱジェニー目指してるんで、シャネル。まあシャネルか。あの、シャネルも売ったりはしないけど、うん、絶対に値段が落ちないから。あ、まあまあそっち系だよね。上がりはしないけど、うん、落ちはしないから。はい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 。まあ買ってなんか損じゃない気分になるね。そう、損にならない気分。まあ確かに。え、海外にしかない限定モデルみたいなのがあると思う。とかもある。海外にしかないやつとか、日本にまだ上陸してきてないやつとか、こっちに先に入って。値段に関してはこっちの方が高い可能性ある。え、マジトントン。うん、そうなんだ。いや、でも高かったな。韓国で買った時高かった気がする。海外の方が高いです。そうなんだ。でもこっちのものだったら安かったり、うんうんうん、あ、こっちのブランドだったら、うんうんうん、アメリカのブランドだったら。だから本場のパリのシャネルとか行ってみたい。ああ、それは安いのか。じゃあ安いっていうか本場だよ。1号店とかあるんで、だってシャネル。あ、まあまあまあ、シャネル1号店やばくね。でもうまそう。やばい、これちょっとめっちゃ可愛くないとか。なんかやばいね、これ。これ見てよ、美味しそう。いただきます。これがエスカルゴ。本物のエスカルゴじゃない？ね、どす黒くない？で、サラダも来てます。せーの、いただきます。エスカルゴからいってみようかな。え、これ中に何入ってるの？シチュー。オニオンスープ。オニオンスープどう？おいしい。うん、サイゼと同じだと思わない方がいい。うそ、味違う？味全然違う。全然苦手かも。ちょっと酸味効いた感じ。え、酸味効いてんの？オリーブの味、すごい。あ、ラルフローレンもアメリカ発だし。マークデイコとコーテも。1号店すごいね。ハイブラの1号店やばくないですか？こっから始まったりとか、うん、やばい。どうやって食べるのが正解なんだろう。わーお、わーお、えぐ。食べ方わかんない。ああ、どうですか？うまっ。うまい。やばい。嘘。マジでうまい。結構チーズいった方がいい。それやばい、絶対やばい。やばい、相当うまいよ。純平やばいよ、絶対好きだよ。そんなに、うん、絶対好き。そんなに、うん、マジでやばい。やばくない？やばくね。これうま。食ったことない、ね、いや、こんなの食ったことない。これ何でしょう、味ですか？オニオンスープって言うのを5回ぐらい言ってんですけど。そかそかそか、話聞けし。オニオンスープなんだ。これ来た瞬間から、これ何、オニオンスープ。これすごいんだけど、何オニオンスープ。もう本当病気。しかも最悪お皿の上に携帯を置いてんの。美味しいわこれ、うん、初めて食べた。サボケ治った。治ったのかな。もしかしたら治ったかも。でも昨日の夜何時に寝たの？昨日の夜は2時3時には寝たね。いや、ちょっと両目が充血してるのはちょっと不利だね、かなり。今後の旅において。してないよ。え、してないよ。してるよ。え、嘘、治った。してないよ。真っ白じゃん。で、俺朝起きたら真っ赤だったんですよ。で、目も開かなくて、もうこんなんで、もう涙もずっと出る。治ってんですけど。これかな。オニオンスープ美味しすぎたからかも。来た時から治ってたよ。え、だから俺今日ちょっと体調悪いわって後で言おうとしてたのに、うん、え、目治ってんの？余裕でいっぱい治ってる。余裕でいっぱい治ってる。いっぱい治ってる。俺ちょっと話変わってくんだけど。俺ちょっと今日弱々しく行こうかなと思ってる。なんで動画で弱々しくすんで。生き生きしてくれよ。なんやろ、マジ健康生活してる。え、もう最高今、うん、ニキビもできず、うん、なんかここかゆいぐらい。もうベッドも最高だ。ふかふかで最高だし。え、ベッド最高？まあ弱最高ぐらい。
まあ、そのあんまりそのそうだね、やっぱクイーンサイズなんだけど、クイーン、うん、マジで最高、でかくて、ま、寝心地はいい、最高、え、もう枕は最高、もう最高、もうそんな最高、はい、入って3秒で寝れる、そんなに、え、でもさ、あの布団のあれ掛け布団は最高、もう最高え、何そのインターネット、最高、しかもクーラーつけなくても涼しいから、マジでクーラーずっとオフで、うん、喉もやられないじゃん、うん、最高あ、ちょっと違うね結構嫌なところないかも、あのホテル、うん、Wi-Fi ぐらいか、 Wi-Fi は別に普通だから、それがなんとも思わないけど、何回だっけ、20、景色どう、いやまあ、ぼちぼちそうそうって感じそうそうニューヨークもちょっと慣れてきたね、うん、あんまりもう景色見てもときめかないというか、すごい海外かも、みたいな、早ー今日入れて2日間しか遊べないと思って、ちゃんと遊べるの、そう、それやばいね、最終日は、でも最終日は夕方ぐらいにはもう絶対空港に着いてなきゃいけないから、うん、ですよね、いや、もっと入れるか、何時の飛行機、12時とかですよね、うん、夜中の、だから結構7時とか8時とか、だから最後夜ご飯食べれるのかな、ギリ、うん、ギリギリ、だからその最終日は朝から遊ばないとさ、そうね、体力がなくならないから、うん、体力なくして爆睡で帰りたい、そう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 、うんうん、で、頑張れば、うん、あっち朝の4時なわけじゃん、うん、5時ぐらい着くのが、うん、で、1日その日本で普通に過ごす、まあそうね、したら時差ボケなくね、うん、だから帰ったらすぐスシロー行こうよ、撮影であまあいいけど、うん、それでいいね、時間、うん、いいね、いいね、朝一から行けば混んでないだろうし、うん、今3時間待ちだったからしいよ、寿司、マジで夏休みで、順平今日爆買いモード開始じゃない、何それ、え、知らないの、爆買いモード開始全然聞いたことない、え、全然聞いたことないんだけど、そんなあるんですか、ある、開始されたらどれぐらい買わなきゃいけないの、いやもう結構だね、もう迷わずって感じ迷わず欲しかったら買う、うん、入った店はもう必ず買うみたいな、でも今回クロームで買いたいんだよ、うん、分かる、絶対にクロームで買いたい、てかもうなんか俺海外超好きになったんだけど、行った方がいいよ、ニューヨーク超楽しいわ、うん、LA とかマジ行ってほしい、超楽しいから、行ってほしいとか一緒に行こうなの別々な感じやなのえ、行ったことないんですか、 LA はあります、1回、うん、え、1回だけよな、1回だけ、お前1回だけでその生きり方、うん、逆に、あ、1回だけ、 LA はね、 LA1 回でしょ、うん、で、ハワイは、ハワイは2回、2回でしょ、うん、以上アメリカ、そうだね、アメリカはアメリカ3回だけ、お前3回だけの生きり方じゃないいやでも、まあ、相当ベテランみたいなで、まあバリとかも行ってるし、結構行ってますよ、海外はね、フィリピンとか、あ、はい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 、アジア系をめっちゃ行ってたからさ、うん、学生の時、うん、やっぱアメリカなんてお金がないといけないじゃん、そうだね、だからアジアで攻めてたから、やっとアメリカに行けるようになったね、これからはアメリカとか制覇していく、そうだから、もうパリとかヨーロッパ系とかたくさん行って、え、パリは遠い、ニューヨークと同じくらいですよ、14時間とか、え、14時間とか飛行機乗れればもう大体どこでも行ける、うんうん、それ以上かかる国どこですか、でも乗り継ぎとかがあったら17時間とか、乗り継ぎとかないんだ、フランスとか飛行機による、うん、でもフランスの中のまた島国とかに行くってなったら乗り継ぎとかあるかもしれないけど、でもこんなに楽しいのってこうやって案内してくれる人がいるからなだけで、自分たちだけってなったら結構きついよ、マジでそうだと思う、うん、こんなうまくいってないね、うん、行かない行かない、こんなんじゃない、次はディズニーワールドとか行ってほしいです、行きたい、ディズニーワールドどこ、あの フロリダなんですけど、あ、行ったことない海外のディズニー、まあ、LA はある、あ、LA ある、でも全然また違います、どう違うんですか、え、まずパークが4つあって、はいはい、プラスショッピングの街っていうだけでもまた1つあって、ディズニーストアじゃなくてどうですか、ディズニーストア、なんか全部なんかいろんなのが入ってる、まあ、なんかそれもアトラクションはないけど一応そういうテーマパークできるので、それは有料で入れるみたいな、あ、それは無料で、無料なんだ、で、その4つのパークはお金かかるんですけど、はいはい、でもアトラクションでもで、プラス夏だとウォーター、夏遊ぶところ、はい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 、プールとかあったりす、すごいね、ぜひ行ってみたい、世界で一番広い、うん、多分広いんじゃないかなって思うぐらい、世界で一番最初どこ、フロリダじゃないかな、フロリダが初代、どこだろう、初代ディズニー、初代ディズニーやばくない、でもフロリダは大きいって確かに聞く、カリフォルニアが一番、アナハイムが一番、そうね、そうなんだ、確かに初代ディズニーは行ってみたいね、小さいですよね、うん、LA のそうなんだ、カーズとか楽しいよ、見たことない TikTok で、ないカーズに乗ってる感じの、うん、もう本当にこんなくねくねの VR 的な、こっち VR じゃない、VR じゃない、ガチで走る、あ、めっちゃ楽しい、海外と日本で全然違う乗り物って、そのもあれば違うのもある、でもソアリンとかは一緒だった、まあそうなんだ、うん、日本にソアリンができる前に乗ってたの、あ、 LA で、あ、
だから、あ、すごいね。そう、はいはい。なるほどね。ちょっとマウント取れるね。そう、乗ったことあるの、もう、うん、うわ、うまそう、それ。美味しそう、うまそう、めっちゃ。これも美味しそう。あ、虫。汚い汚い時に映すめっちゃ最初に映したし、もうじゃあ早速、え、これ何？サーモンカルパッチョ？サーモンプレートみたいな、しょっぱ系だよね、多分。多分ね。それに乗っけるのめっちゃいいや。はい、食べちゃってください。うまい、めちゃくちゃうまそう。マジでうまい。順平はやばいと思う、多分。俺はまたやばい、うん、順平はやばいってな。さっきからさ、順平はやばいってね。別にみんなやばくてよくない？順平はやばい。いきます。順平やばいよ、絶対。マジでやばいよ、順平はやばい。めちゃ完全に順平は、順平はやばいよね、これ。順平はやばい、これ。これ完全に順平はやばいやつなんだけど。うまいわ、めっちゃおいしい、うん。じゃあ次、パスタいっちゃう？いいよ、食べて。めっちゃ熱い。順平はやばいよ。順平はやばい。順平やばい、来た。順平はやばい。順平がやばい、来たら。あやはやばいかな。マジで。これあやはやばい。あややばい。これあやはやばいです。マジで。マジ美味しい。これあやはやばい。あやはやばいよ、これ。マジであやはやばい。マジで美味しい。これ何味？これシーフード？なんだろう。めっちゃ美味しいんだけど。麺のきしめん系だよね。うん、このパスタ本当に美味しい。うん、すごいわ。でも日本出してきてもじゃない？日本に出ても、うん、うん、しかもこのままいける。日本人の味に寄せなくてもこのまま日本人が美味しいって感じると思う。じゃあ何欲しいの？それこそパーカーとかロンティーとか。あー、王道の。王道の。でも夏服じゃなくてね、秋とか冬の服が欲しい。てかさ、めっちゃお気に入りの服だけど、ワンシーズン、ツーシーズン前って服はどうするの？着るよ。着る？うん。あ、取っといていいの、それは。うん、全然着ちゃう。さ、俺さ、結構全部お気に入りなの。捨てれないね。いいじゃん。あ、いいの？うん。あ、いいんだ。さすがに3日目にして喋ることなくね。さすがに3日目にして喋ることない。そのまま繰り返しただけ。うん、本当にね、もう喋り尽くしたね、うん、ずーっといるしね、一緒に、うん、そう思うと、トワといるとすごいわ。ずっと喋るわ。やっぱ兄弟だね、喋ることなくなるのって。いくら海外旅行とはいえ、話すことがなくなるよね、うん、友達でもさ、うん、ずっといても、まあなんだかんだ喋れるやん。なんだかんだ喋れるよね、うん。今日の時間キモいんだよ。じゃあこんな感じで、まあ、ランチはフランスのランチをしました。せーの、ごちそうさまでした。これからは買い物をしていきたいと思います。買い物は別の動画で、爆買いの動画で上がってると思うので、そっちを見てください。仲町兄弟。はい、ということで、スタバのランクが高いバージョンのスタバがあるらしくて、そこに今歩きで向かってます。お酒とかも置いてある。あ、そうね。ちょっとあれか、昼飲みか。いや、無理。うわ、無理なんだ。サムネ昼飲みにしようとか話してたのに、昨日。なんかクロムの店員さんにも言われたけど、うん、ブルックリンが行けてるよみたいな。あ、そうなんだ。もっといっぱい行けたところあるから行きなって言われた。服屋さんとかもってこと？そうそうそう。そうなんだ。やっぱブルックリンでよく聞くけど、まだ行ってないんだよね、俺ら、うん。ブルックリン以外は多分全部行った。行った。本当に全部行った。ブルックリンはだから原宿とか表参道とかそういう感じなのかな、うん、日本でいう。楽しみだな。裏原的な。ああ、いいね。で、裏原的なところ行きたいよね、うん。セレクトショップとか、ハイブランドとか関係なくね。ストリートブランドとかのところ行きたいな。なんかここまた雰囲気が違うね。うん、かわいい。ここレンガ系の家多い。あ、レンガ系だね、確かに建物が。ここもショッピングモール。ここはね、ハイラインって言って、昔の鉄道の残りをお金かけて改造して公園にして。すごいね、なんかアウトレットっぽい。あ、なんかアウトレットっぽい感じの雰囲気。これがテスラ。あ、テスラの会社。あ、もう怖いもんね、あのほら、うん、あの AI みたいな、いるやん。で、あのロボット、あのロボット、テスラボット。マジでやばい、 AI の時代来るよ。うわ、すごい。あ、マジだ。スターバックスリザーブ ロストリー、わかんない。わ、すごいすごいすごい。へえ、すごいね、この感じ。すごいわ。デザートとか食べる？うん、買おう。え、すごいわ。ピザとかもあるよ。ほんとだ。ケーキとかもある。これすごくない？これ
あ、お土産とかもある。あ、待って、ニューヨーク限定のさ、ニューヨーク限定のタンブラーとか、タンブラーとか、あと、あ、これいいじゃん、これなんかおしゃれじゃないけど、あ、ちょっとスタバっぽくない？これちょっとショットグラスとかちょっとでかいか。ショットじゃない。これショットにしてはでかいか。コーヒー作る時のやつじゃないの。いや待って、あれ下にもめっちゃある。ほら、すごっ、食べ物が。え、なにこれ、やば、見てこれ、コーヒー豆。いや、そうじゃない、なんか説明してるね、面白い。ここすごいわ。なんかデザート食べる？チーズケーキ食べようか。あー、でもなー、美味しそう、全部これとか美味しそうじゃん。本当に美味しそう。生ハム美味しそうだね。俺これにしようかな。一口欲しい。うん、これ何これ、生ハムチーズ。うわ、あのキノコのピザもうまそう。うまそう。はい、どうぞ。こちらです。うまそう、めっちゃ。これ何これ、抹茶、抹茶ラテ。ランチは食べたんですけど、小腹が空いたので食べ物も食べつつゆっくりしていきましょう。もしさ、ニューヨークデートとかめっちゃいいなとか思ったんだけど、こういうガイドさんがいないと無理じゃん。デートにガイドさんがついてきたらどう？え、でもそっちの方がさ、そのアヤも良さ分かってるじゃん。自分たちよりこういうガイドさんと完璧な旅行をした方がさ、完璧なプランになるじゃん。いただきます。まあ、2人でいいから。ああ、2人以外、そんななんかガチの観光とかしないかも。彼氏と来るとか、うん、ほんとまったりで、うん、1箇所場所決めてそこ行ってぐらいにするかな。こんな感じで観光するのは友達とか、うん、そういう感じ。うん、めちゃめちゃ美味しい。パンが美味しい。うん、うん、美味しい。運転手つけてる先輩が、うん、この前女の子とドライブ行ったんだよねって、え、運転するんですかって言ったら、運転手つけてみたいな、意味わかんない、うん、運転手つけて後ろで女の子とドライブ、それ嫌だ。嫌じゃん、女の子からしたら。だけどこういう旅行だったらワンチャン一人ついてもいいのかなと思ったんだ。まあ友達だったらいいけど、うんうん、マジでニューヨークは全部行っちゃったかもね。うん、あとはもうブルックリンだけメジャーなね、抑えたところは、うん、うん、すごいわ。でも逆に2泊3日か今ね、3日目だもんね。昨日がちゃんと行きすぎて、うん、2泊3日でこんだけ回ってんのやばいんじゃない？うん、マジで。やっぱ JP のアドレナリンが出すぎてマジでそうだわ。アドレナリンで攻めすぎた、本当にめちゃくちゃ失速してるもんアドレナリンが今もうできった、1回。もう1回作らないと体の中でアドレナリン。体が慣れてきちゃった、ニューヨーク。完全にニューヨークの人もう空気とかも完全に適応してるもん。普通にこっちの空気が吸いたい日本よりみたいな。体がちょっとこっちになっちゃってますもん。かぶりすぎだろ。また日本に戻すのさ、大変なんだけど、マジで。せっかくニューヨーク体壊してね、体壊して。興奮しすぎて目が充血しちゃう。目が充血してもうそんな人聞いたことないんだけど、いろいろ見すぎて目充血って。しかも右目だけだよ。右側に何かあった。人生でも超思い出になる旅行だね。うん、やっぱ街中では日本人に会うことそうそうないですか。会わないけど、でもいるっちゃいるんで。気づいてないだけかも。そう、ニューヨークで飲んでてクラブとかで、日本人、日本人ってなるもんね。もうめちゃくちゃ嬉しい。こんなところで日本人に会ったら、俺がこっち住んでて。みんなが英語喋ってるって分かんないもんね。アジア系の人も英語喋ってると思う。日本人じゃなく見える。だって俺らもさ、自由の女神の時さ、日本人に、ああいう YouTuber みたいな、うんうん、聞かれて、英語で聞かれたもん。一回確認したんだろうね。うん、違う人かもしんないから、ね。でも相性 JP もニューヨークの空気を吸ったらなんか英語が自然に出てくるよ。かぶりすぎだよ絶対。そんなわけない。それ言い過ぎだわ。もう大勢がアハーで。アハーアとりあえず店員さんに言われたら何言われたの？な、慣れてる風で。あいつ中からバレるから日本人って。はいはいはい、こいつだと日本人だから。アハー。うんふん。ほぼ鼻だよ。鼻で息通す感じ。うんふん。うん、ニューヨークで得たらそこじゃない？スキルってね。そこだけ。あはい、一点張り。あ、めっちゃついてる、ほっぺに。お茶目って言われたいのってぐらいついてる。ティッシュがなかったから、この内部を使える。ちょっとやだな。そこ一番新鮮だから。横、ガッツキってやったらいい、力強く。そこまでアドバイスしてくれる。だって本当にめっちゃこびりついてたから。これ全然飲みやすい。ちょっと新鮮どうだ。新鮮見つけ合って、新鮮見つけ合って、これを1枚でやっていくから、うちはもう今回は新鮮見つけ合って。もうあの俺マークつけてる、あの新鮮じゃないよ。キモい。中町兄弟。はい、ということで次はリトルアイランドに行きたいと思います。本当想像できないよね。うん、で
できない。なんかショッピングモールとかもあってみたいな、公園でみたいな、ちょっとよくわかんないですけど、そこに歩いていけるそうなんで、はい、今から向かっていこうと思います。ニューヨーク中に俺の家具たちが揃うので、マネージャーに家にいてもらって、うん、荷物を受け取ってもらうんだけど、それが超絶楽しみ。あ、帰った瞬間、帰った瞬間新しい家具たち。あ、それは嬉しいわ。これはもう本当ウキウキしてて、そっちも楽しみがある。あ、帰ってからも楽しみがある。楽しみがある。それはもう本当に今超ウキウキしてる。確かに、ね、もう帰った頃ぐらいに審査通ったか分かる。うわ、まだ分かってないの。うん、でも多分通る。あ、そうなんだ。確かに、じゃあお互い楽しみあんのね、帰ってからも。で、あとは俺ニューヨーク帰った後、次の日からもう俺沖縄なの。うん、だからそれもね、まあちょっとハードスケジュールだから。あやもその次の日から別荘だよ。あ、マジで。うん、高校の友達8人で。またまたそういうメンバーマジ友達多いやん。マジで友達多い。毎回別荘行くメンツ違うじゃん。毎回違う。だからいいね、元取れてるの。元取れてる高校の友達はサウナ入るようなメンバーじゃないの。あ、でもみんなやりたいって言ってたから、うん、全然ありっちゃあり。うん、え、犬たちも。あ、犬はいない。子供もいないよね、高校は。子供もいない。あ、じゃあマジでレディースだけの。そうけど、あやたちのダンス部の8人組の1人がやっと子供ができた、はいはい、のメンバーの中で1人だけ、うんうん、子供デビュー。子供デビューしちゃって、うん、やばいやばい、もうどんどん子供出てきちゃうから、みんな、うん、もう早めに行こうってなって。なるほどね。もうみんな子供できるタイミングだから、うんうんうん、みんな彼氏もいるし、うん、だからもうみんな急いで、お前遊ぼう遊ぼうって。そうそう、子供できる前に行ったんで。あ、子供できる前の最後の遊びをしようって。そうそうそう。うわ、やばいね。え、そうやって焦ってくんだ女子は。そう。でもそれこそあやは不安じゃない、周りがどんどんさ、そうなっていったら。いや、不安じゃないねあ、かっこよかったわ想像以上にこいつかっこよかったわ。可愛い部分だけを見れるわけじゃん。まあそうね、うん、テディベアの可愛い部分俺が見てる。そう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 。だから普通に嬉しい。赤ちゃんなんていくらいたっていいからね、うん、見るのは簡単だもんね。見るのは簡単、可愛がるの簡単だから。だって一緒にお風呂とか入れてたもんね。あ、そう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 。あの日もすごいリトルアイランドだ、伸ばしてってるわ、海からどんどん陸を。これだよ。これが、これをどんどん海の上に建物増やしてんの。なるほどね。なんかマジお台場の雰囲気。うん、ニューヨークを日本で例えてるずっとデートスポットとかにいいのかな。いや、ここデートスポットっしょ、完全に。あと夜の夜景がやっぱいいらしいよ、ここは。夜らしい、本番は。女落とすなら夜家族と行くなら昼だね。うん、すごいな、カサリンみたい。例えんなし、地元でゆっくり時間が過ぎてる感があるね、うん、ここは。てかマジでずっと外いるじゃん、うん、ニューヨークで、うん、俺多分本当に1年分ぐらい外いるかもしれない本当にここのニューヨークの旅行だけで。やばすぎ。こんなに外で歩いたり観光したりすることないよ。なんかもっと日本でも行きたくなったもん、観光。うん、行きな行きな外出な。外出た方がいいよね。でも前も犬飼ってなかったってそんな出てない気がするな。あー、そうね、犬中心になるとさ、結局外になるもんね。うん、へえ。なるほど、すごいステージになってんだ。何これ。何なのさっきはこういうのなんか何個かあるけど。催眠術系催眠術系だね。だってお父さんが子供を今催眠催眠かけてるからねでも俺さ、こういうとこでさ、ゆっくり座りながら話すみたいな、できないでしょ。できない。この時間何人になっちゃうならどんどんいろんなとこに行きたい。なんかゆっくりピクニックとか俺苦手だな、マジで。トマトの旅行なんてあんなんばっかだよ。え、海外でもそんな感じ。海外がそんな感じ。あ、そうなんだ。ゆっくり過ごしてんだ。うん、ずっとゆっくり。1日1箇所、2箇所ぐらいしか予定詰めない。そりゃ優雅になるわ、うん、休日が。結構登ってきたよ。結構登ってる。普通に弱汗、マジで弱汗だわ。ダダ汗かでもなんか脳にいい感じする、この旅行。うん、こんないろんなところ行って、ドーパミンがね。ドーパミンがなんかだんだんまたドーパミン戻ってきましたアドレナリンはもう出てないんだけどドーパミンだけは、ドーパミンだけは出し続けとかないと倒れるって。こんなスケジュールで動いてたらどっちか出てないと。着いた。あ、これが夜景で見えるんだ。これ夜やばいね。これ夜やばいね。こんな感じです。うわ、やばい、すげえ。こっちがニューヨークっぽいね。こっちがニューヨークだね、多分。すごいわ、これ夜だわ、確かに。あ、自由の女神ある。うわ、遠いな見えるかな。すごいね、こんな感じなのね、うん、人めっちゃいるわ。じゃあ降りようか。ここはあまり長くいる場所じゃないね、うん、人も多いし、写真撮ったら降りる感じだね。みんなここで休みたいわ、そりゃ。あ、めっちゃ涼しい。ここにいたい。ここにいたい。え、ここにいたくないギリ家の気温ここでも OK じゃないえ、めっちゃ気持ちいいよ。ここで寝たい。ずっとここにいたい。ずっとここにいたい。寝
たいとか寝たい、これ寝たい。こんな感じでした。これでもさ、本当にすごい近未来っぽい。ちょっとそうよね。じゃあこれからハドソンヤードに行きたいと思います。中町です。はい、ということで次はこちらに来ました。じゃーん、なんだっけこれ、なんだっけ名前忘れたんですけど、これすごいね、建物。何これ、階段じゃん。全部階段だ、すげえ。本当だ。なんだよこれ、怖かった。え、これ何でしたっけ名前。ベッソ。あ、ちょっとさっきと変わってないさっき言ってたのは何でしたっけ。ハドソンヤードだ。うわぁ、ごめんなさい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 。今ここに虫止まったから完全に何の虫。え、気持ち悪い。あ、ベッセン。ベッセン、ハドソンヤードのベッセンがこの建物。すごいね、なんか空港みたいだね。ここで雑貨とか見れる。ここ雑貨とか売ってます。いいね。ありそう。ありそうだね。ビトンとか一瞬見てもいい。ビトン好きだよね、全然。俺ビトン好きなんだよね。めっちゃ可愛いと思ってる。ラッパー気質ってこと。もともともとね、根がね、根が気質がね、申し訳ない。ラッパーに憧れてるわけじゃないよ。もともと根が気質がラッパーなだけで、ちょっと入ってきます。はい、ビトン行ったんですけど、ビトンにはちょっと欲しいものがなかったので諦めました。ビトンとかやっぱり同じぐらいだったね。同じぐらいだからむしろ高い。うん、日本で買った方がいい。絶対アメリカで安いやつじゃないともったいないのか。アメリカのブランドとかじゃないと。そうね。なんかでもかっこいいね、この建物。すごい綺麗、めちゃくちゃかわいい。ここは何のブランドだろう。すげえ、車が入ってる。ジェネシス。あ、もうなんかブレストで来てパーティー毎週行きたいんだけど本当は。毎週パーティー開かれてるところがないよね、うん、日本には。こんなのも日本でいい。いや、こっち系いいんだよ。おしゃれじゃない。めっちゃおしゃれ。コートでとかさ、これ新居に置いたらこれ相当おしゃれ。お、確かに。なんか石とか置いちゃってる結ばれてる石意味のわかんない。ちょっと入ってみる。ここおもろそう。こここれとか何。あ、キャンドルをね。好きそう。コアとかがすごい好きそう。あ、こういうの、うん、おしゃれブランド。え、これは全部ディフューザーかな。香水。コートでこの丸いの、うん、そうじゃない。可愛いんだけど。可愛い、確かに。あやの家系だね。これ多分香水だよね、多分。香水じゃない、これ絶対に誰とも被らない香水、うん、え、これガラスのものって持って帰れるの。これ、うん、こういうやつ持って帰れるよ。でもついてないよ、これは。そう、これが、あ、そういうこと。超楽しみ。え、じゃあこれも、これはついてない。ついてない。ガラスついてない。てかこれ売ってないよ。これ売りません。やめたほんとに。やめたって何。え、かわいい。これはついてるんだよ、上。うん、それはついてる。こんなのも置いてもおしゃれだもんね。ね、ぐちゃぐちゃって感じが逆におしゃれだもんね、うん、不安定な感じだもん、おしゃれだもん、ね、不安定な感じもおしゃれこれは何、消すやつ。あ、これはあの、うちもあの仏教だからあるね。あるね。お仏壇で。お仏壇の的なる。ロゾビケセンター。これ慣れてる俺ら。うわ、これとかもう超女の子がつけてたらいい匂いそうな。本当だ。うん。いい匂い。なんかもうこういう家にしたいもんや。うん。あー、なるほどね。いいじゃん、壺に。うん、なんかその。え、あや、これ何？これは石につけてシュッて垂らしたりとかして匂うやつ。え、これすごくない？こっちにもあるよ。欲しいね。石に垂らして。シュッとかして匂わせるやつ。めっちゃいいね。すごい、今の店超おしゃれだったね、うん、日本で買えるブランドは全部日本の方が安い、うん、もう体が俺らもニューヨーカーになってきたね。ニューヨーカー、日本の方が安いっていう、うん、考えになってくる。中町です。ということで次はターゲットっていうね、全土でもう超有名なこちらスーパー、ターゲットに来ました。ここはすごいアメリカでは有名なんでしょ。もう定番。有名っていうかライフみたいな。はい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 。これいる？あ、カゴ元？カゴもなんか可愛く見えるわ。ビーツっぽいもんなんか。でここでちょっとなんかお菓子とか、ね、お菓子とかめっちゃ買いまくろ。お土産で。え、待って、犬のおもちゃでさ、こんなんと良くない？日本でもありそうだけど。これは見たことある。なんか。何これ？ガムみたいな犬の。いいじゃん。だってテディ誕生日だったしさ。確かに今日誕生日。今日テディ誕生日なんですよ。誕生日プレゼント。日本でいいわ。ちょっと待って。やばい。でかすぎる。やばいの見つけた。
これさ、これ大好きじゃん、テディ。じゃあベアが好きなんだよ。これはベアなの。え、これ持ってたらどんな反応するかな、このでかいのに。え、ちょっとこれもいい、いいよ、これおもろそう。でかくなったバージョンあげたら、でかくなったバージョンあげたらどうなる。ちっちゃいのを持ってきた瞬間にでかいの投げたらどういう反応する。確かに確かに、おもろそう。海外は成分が強い歯磨き粉とか売ってないの。ああ、あの歯が白くなったりするやつある気がするんだけど。あれだったら売ってるよ、あのホワイトニングの歯に貼って、うん、あーシートのやつ、シートの白くなるやつとか。それね、買った。いや、ああやってやるやつもある。本当だ。なんか お菓子買おうよ。これとか美味しい。へぇ、クッキー。これとか買おうかな。買おう。で、僕たちここで買ったやつは他の動画でレビューするんだよね。あ、レビュー料これ。うん、じゃあもう一個買っとこう。うん、だからガンガン買っちゃっていいよ、気になる商品で。美味しかったら今後買えばいい。なにこれ、もう気になるからジュース。あ、液体ジュースに入れんじゃないの。水の中に入れて。あ、メイクズブドウジュースにするやつじゃない。買ってみるわ。このモンスター美味しかった。何それ。マンゴー味だった気がする。うん、マンゴー。しかもこれなんかモンスターオタクからするとなんかアメリカにしかないから。あ、そうなの。喜ぶよ、モンスター好きな男子が喜ぶ。ちょっとレビューしたいそれ。いいね。なんかさ、ビールとか昨日の野球の隣で飲んでたやつ。これよく覚えたって。覚えてるね。それ何。エナジードリンクって書いてある。飲んでみる。飲んでみよう。てか本当に分かんないの、全部飲んじゃうよ。有名なお菓子みたいな。あ、そうなんだ。現地の方にもね、現地で有名なお菓子を入れてもらって、それレビューしちゃいます。あ、このリップとかをみんな買ってきてって言うわ。どれ。この種類。いいお土産なんだ。うん、じゃあ俺も買おうかな、このセットとかで。あ、これハニー。ハニーがいいんだ。うん、あ、全然ハニーない。人気だね、やっぱ。いいよ、あげる。ありがとうございます。僕お土産にこれ買っちゃいましょうかな。買っちゃいましょうかなって言葉変すぎて。なんかあれじゃない、サプリじゃない。絶対サプリだけど怖すぎるわ。スリーピーミントファクト、睡眠の質を上げるやつだ。欲しいね、これめっちゃ欲しいね。なんかさ、化粧水これ可愛くない、ボトルとか。これもだ。どっちもスリープなんだ。あ、こっちはなんかオールヘア、髪の毛のケアとか。ちょっと違うね。買ってみてよ。買ってみます。じゃあこちら見て。え、やばい量の電波。やばい量だわ。それやばい量だわ、マジで。これ一生じゃない？一生。買えば。いやいや、一生だから大丈夫。一生分ここで買うのやばいから。マスキング。これも有名。なんか臭いと混じる。失礼だろ。ハーフの子とかもみんなやってる。可愛い。まマジでアスネみたいな感じ。確かに。参考にさせていただきます。すごい参考になるんじゃない？次の色、この色とかいいんじゃない？ああ、この黄色とかも可愛い。可愛いわ。海外進出目指しします。じゃあこんな感じでターゲットは終わりたいと思います。ここで買ったのは違う動画で全部レビューするから、はい、ちょっとお楽しみに。じゃあ次は念願のタイムズスクエアに行ってこようと思うのでお楽しみに。会計が$400ぴったりでした。すごすぎ。言うな、お前。もう相性番号絶対言うな。56,000円ぐらい。爆買いだわ。全然こ、この量でコストコの金額超えてるから。確かに。やばいって、これぐらいでした。仲町兄弟。はい、ということで、こちら今、タイムズスクエアに来ました。本物です。本物のタイムズスクエア、こちら、せーの、ドン。じゃーん。どっちもだよ、どっちも。あれがさ、あれ、あのカウントダウン出てくる。あ、そうそう、あれがそう。こっちは全部、こっち側も。ここが噂のめっちゃ明るくない。明るい。しかもめっちゃ人いんの。なんか北海道みたい。言いたいことは分かるよ、うん、言いたいことは分かるけど。で、若者もめっちゃいるっしょ。うん、写真撮りたい。撮ろう。あそこら辺とかがなんかみんな集まってさ。あ、そう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 。なんかミッキーとかいるイメージなんだけど。偽物の。いるよ。いるよね。あ、いる。こっちの景色もやばい。確かに。ほら、偽物のミッキー。あ、そうそう、偽物のミッキー。ちっちゃい。で、うわ、ちっちゃいスパイダーマンも。明るいわ。これやばいね。俺はちょっと初日に来ちゃってたんだけどさ。どうこれ。結構やばい。だってもう11時だからね。そう。え？ラップバトル？違う。これ何？何？
マジでストリートダンサーだわ。準備運動がすげえな、あの人。準備運動もパフォーマンスみたいになってるから。Everybody say yeah! Now this is on the count of three. Clap your hands and make some noise. この人たち素人だよ。One, two, three! ダンサー系ね。すごいな。いや、文化祭の雰囲気に似てるね。緊張してる、あの子。めっちゃいろんな人連れてかれてるわ。前の子超緊張してるんだけど。なんかチップだけもらって、なんか線が書いてもらって、それで俺飛ぶからって言って結局やらないで。え、そうなの。なんか時間だけ食う感じ。でもなんか普通に面白い感じですけど。らしいです、皆さん。あれ最後まで引っ張って、あれ最終的にやらないらしい。結構だるくね。結構だるい。ちょっと楽しみにしてたもん。マジかショックが。はい、ということでこんな感じで、まあもう一日、はい、いろんなところ行って、もうむちゃくちゃ疲れました。これ日本じゃない疲れだよね、うん、もうとんでもなく疲れて、もうめっちゃ歩いたし、太陽も浴びたし、で最後もこんな光のところで。すごいわ、本当に。これすごいよね、全部広告だよ、このテレビで見るところに。いくらかかんだろう。え、このフォーエバーとかも家賃いくらって感じじゃない。確かに怖いね、このディズニーストアとか。世界の大企業がここに集まってるんですけど、こんな感じで今日は3日目だ、はい、3日目は終わりたいと思います。明日もニューヨーク楽しんでいくので、次の動画も楽しみにしてください。ということで、この動画が良かったら、またチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。Her brain fried. My lady popping zany. Other lady popping molly. Why she waiting on me? Yogi my area. Yogi my area. Shoot me down with lethal aim, baby girl. I won't tell a thing. Oh, how seasons change. Winds picking up. I bet I look out. Cause you said something. Then I said something. Now I have nothing.疲れたー、疲れたー、マジ疲れたね。うわ、無職転生もやってるわ。あ、大丈夫です。